もランガンでテンポよく打っていくときにどうしてもその持っていくエギって限定されるんですよね。でその中でこうシャロータイプを入れたいんですけど十分に持っていけない、ノーマルで固めたときにどうしてもそのボックスの中で入れるスペースがないときにこのチューンヘッドが一つあるだけでノーマルのエギがこうシャロータイプに近い沈下速度になってくれるんですよね。こう一瞬にしてシャロータイプに変わりますよね。水深が浅いところでも手持ちのエギでストレスなく攻められる。本当に簡単なんですよ。もうノーマルのエギにはめてバンドで固定するだけ。でこれノーマルに装着してるんで例えば向かい風とかシャローだとどうしても風に負けてしまう時でもノーマルプラスチューンヘッドなんであまりこう風に負けないんですよね。横風の中でもこうシャロータイプだったら引っ張られてしまうんですけどきちんとあの狙ったコースをそのノーマルのウェイトで通すことができるんです。で通常のノーマルタイプのエギをキャストしているのと何ら変わらないですよね。飛距離もしっかり出せます。ついたんじゃない、いたいた。ナチュラル系の色使っててもヘッドの色は明るいからものすごい見やすいですよね。通常ブルーとかこういったナチュラル系の色使ってるとサイトフィッシングって本当に難しいんですけどナチュラルカラー入れなくちゃいけない状況でもこのチューンヘッドがあればその位置をしっかり確認できるんです。で風があってもノーマルのエギなんで飛距離も保てるし風でラインがはらんだとしてもその軌道が外れにくいんですね。こういったあの沈み根とかスリットとか打とうと思った時にどうしてもこう波のうねりとかもあってあまりこうエギを見ないでコントロールすると吸い込まれてしまって狙かったりするんですよね。だからどうしても明るい色を使わざるを得ないんですけどオレンジとかイエローあと夜光の白っていうのものすごい見やすくて例えばナチュラルカラー使いたい時でも視認性が上がるんですよね。しっかり春だったらそのモノポケットとかアンダーハンドでこういった岩のスリットとか沈みの打つときにものすごくこう重宝しますよね。あれついたんじゃないですか後ろ。さあ持ってけ持ってけ持ってけ。オッケーオッケーケア。こういった根明かりそうな地形でも全然軌道が見えますよね。見えなかったら取れなかったかもしれないですね。今こうマズメで下地の暗いものを使ってるんですよ。で水の透明度が高いから割と暗めのエギ使ってるんですけど通常このカラー使ってるとサイトフィッシングってできないんですよ。でもヘッドが明るいからナチュラルカラーでもしっかり目立ってゆっくり沈んでその軌道を確認しやすいんですね。だからシャローエリアでちょっと沈めると引っかかりやすいようなところでももう強気でこういったナチュラルカラーが使えてかつ飛距離も出せる。おっと、ね、強い武器になりますよね。本当に欄干に向いてます。このノーマルのウェイトでしっかりこう探れるのがいいですよね。いいサイズ。やっぱりこう欄干でどんどん足使って打っていきたい時ってやっぱり軽装の方がいいじゃないですか。でそのタックルボックスの中にどうしてもシャロースーパーシャローが入れられない時自分の好みのカラーで構築してた時にどうしてもスペースがない時このチューンヘッドがあればノーマルのエギがもうすぐさま次のキャストでシャロースーパーシャローに変わっていく。やっぱり布で明るい色よりもこういったあの
輝度の高いこう蛍光色なんですごく見やすいんですよね。かなり遠くにあるんですけど、その状態でサイトフィッシングみたいなことができるんで、こう浅場でも目がかり恐れずこう攻めれますよね。嬉しい。